ゴールデンウィーク中も多くの人でにぎわった映画館。実は今そこでのあるエピソードがツイッターに投稿され波紋を広めています。離れた席しか取れなかったから席を代わってくれませんかってやつら。変わるわけないだろうアホカップル。このツイートによると、この席で見たいとせっかく予約した親子並びの席に座っていると、その両サイドしか取れなかったカップルから席を代わってほしいと頼まれたそう。この人は映画が大好きで座席選びにもこだわりがある方のようで、カップルの頼みは聞かなかったとのこと。その状況を投稿するとたちまち拡散。なんで席を譲らなきゃいけないの？非常識だな。ずずしい、早く予約すればいいだけなのに。一方で席を変わらない派の主張に対して、一つ席をずれるくらいならいいじゃん。そのくらいの優しさも大事だと思う。と席を変わる変わらない論争が勃発。さらに飛行機新幹線での座席はなどなど、議論はどんどんエスカレート。その時あなたならどうしますか？席を代わって論争を考えます。はい、淳さんいかがでしょうか？俺全然譲りますね。そのお願いの仕方にもよりますけど、はい、なんか当たり前のように言われるとなんか、うん、はいはい、カチンときた場合は譲らないですけど、かたくなに。だけどまあまあお付き合い立てなのかな、うん、俺が一個ずれれば二人がこう二人一緒に、そうですね、座れるんであれば、はい、全然その角度によってとか、うん、逆に俺いつもネットで席取るときに、はい、うんうん、その逆にどこでもいいんですけどみたいになっちゃうんで、あその真ん中だとその通路に出るのに時間がかかるなぐらいで、うん、ね、ど真ん中じゃなきゃ嫌だとかもないし、うんうん、端っこだと見づらいとかもないんで、はい、うん、全然譲るけど譲りたくない人もいらっしゃるんですね。そうですね、こだわりポイントが違うとね、やっぱりそういうせめぎ合いになっちゃうんでしょうね。うん、お願いの仕方論争だったら分かるんですけど、はいはい、これ言い方失礼じゃないかって言っても、うん、譲り方が、あの、うん、お願いの仕方がこれは丁寧だったとして、うん、だったらもう全然譲ります。そうか、はい、結構ねこのスタジオでも意見みんな違うようなんで、ちょっと思い思いにね、うん、ぶつけていければと。それぞれのね、逆に聞きたいですね、それも譲らないっていう人の意見が聞きたい。はい、いうことも。平井さんは譲る？私もだから、うん、よっぽど悪くならなければ基本は譲る。なに大空さんなんか今の譲らない？僕はね、やっぱあちさんね、芸能人だからもっとリスク管理をちゃんとした方がいいかなと思いました。例えばじゃあその映画館でね、なんかこう盗撮が見つかりました、うん、で監視カメラについてるでしょうと、うん、なんとなくあの席の人だなみたいな、ね、冤罪疑われる可能性だってあるかもしれないわけです、変わることで変わることでね、とかやっぱりその結局例えば、まあ、それは痴漢にしたって足がいろいろそうだと思いますけど、うん、やっぱり自分がその席を購入してるわけですし、うん、映画館の規約もそうあるわけですよね、はい、ちゃんとね、うん、だからそういうものを無視して、まあ、ね、優しさで変わってあげて自分の身をもっと守ってほしいと思います、ね、そうきた規約はそうか、その席に座ってくださいですね、あげていいのかっていうか、じゃあ基本譲らないってこと。僕はやっぱ僕はそもそも映画館は隣に人がいないようにものすごい後ろの横の席取るか前を取るんですよね、うん、だからそもそも誰かと会わないっていう、それもリスク管理の一つじゃないと思うんですけどね。へ、うんうんうん、そこまで気を使って取ってんだから、そう簡単にね、よっぽどじゃなければ譲らなくていいんじゃないかと。そうですね、しかもさっきの方って家族連れなわけですよね、一、はい、人でどうしてもっていう場合だったら、まあ、その絶対譲らないってわけじゃないけど、うん、誰かがいて一緒に座ってるのに譲ってあげる必要ってはないのかなっていう気もします。お、早速。いやでも俺ラーメン、うん、まあ、ちょっとすぐにラーメン屋さんに変わって申し訳ないですけど、この前ラーメン屋さん家族で行った時にカウンターしか空いてなかったんですよ、うん、でもテーブルは使われてて、でも2人組がテーブル使ってて、テーブルだと4人座れるけど、まあまあカウンター座ろうって言ったら、そこの2人の人が、あ、よかったら家族4人だったらって変わってくれて、なんかラーメンの一杯でもおごろうかなって気持ちになるっていう、こういう気持ちのやり取り
りがあったんで、はい、俺はどこでも譲ろうか。いや今のが一番理想的な展開ですよね、うん、だから譲りたい側が どうですかって言ってくれて、ああじゃあっていうのが、うんそうですね、どいてくれませんってなかなか言いにくいから、ラーメンの席には規約がないじゃないですか、うん、その買ったやつじゃないから、ね、そういうのもないですね、でもないですし、うん、お店側がここどうぞっていう、ま、さにそうそうそれもありますよね、指定席なんだよね、うん、映画館は、うんね、今みたいなのってタイミングだけの問題だから、うん、巡り合わせでしかないっていうところね、うんはい、どう考えたいのか早速と言いながらだいぶ気になってますね、しくない、いや こんなにみんなあるんですね、逆にまだね、もう言いたくてしょうがないみたいになっちゃってる、さっきから萌えさんがすごい目で見てるからちょっとせっかくだから一発いきましょうか、これあの私厚さんと全く逆で、私もし映画行くってなったらもうあのなんていうんですか、ブログとかでこう見え方とかを載せてるブログがあるんですよ、はい、そういうのをしっかり見て、この席だったらこんな見え方するんだみたいなものを事前に調べて、でもう予約開始可能日あの時間になったあたりでもう自分が座りたい、まあ、いわゆる一番見えやすい真ん中っていうの席を押さえるので、うん、それを後から来た私はしっかり努力してその席取ったのに後から来たなんかそのカップルとかに、はい、なんか2人で並びたいんでとか言ったら、えじゃあそうやって努力して取れよって逆に思っちゃうんですよね、うん、私の場合すいません、もうどうしても取りたかったんですけどなんか離れ離れの席になっちゃって、いやいやいやだからそれは自分たちがしょうがないんだよ、離れるの分かるじゃないですか、そうそう、うん、でじゃあ諦めろよって話なんですよ、そうで取ったってことは譲らない派ですか、あでも私は譲らない派っていうかそのメンタル的な問題ですね、だって分かってて取ったのに、はい入ってきて変わってくださいって譲られようとして取ってんなって話になるじゃないですか、うん、だからその根性が気に入らないんですよ、うん、あでも普通に私は言われないで、あ私一人で見に来てて、うん、カップル隣だなってなったら普通に言いますよ、変わりましょうかって、うんうん、それが一番いい形ね、こっちから言うけど、うん、そのなんか譲られ目的で来てる人は、俺全然カップル擁護する気ないんだけど離れ離れでもいいから映画同じ映画見ることに意味があるよねと思ってネットで撮ったんだけど、やっぱいろいろ道中で気持ちが高まるようなことがあって、もう片時も離れたくないっていう瞬間かもしれないから、待ってそれ葵に関係なくない、関係ないから私、うん、ちょっと後藤さんもなんか、あじゃあ僕は絶対譲るんすよ、あ譲る派、譲るんすよ、うん、でなんでかって言ったら、まあ萌えさんみたいにそのめちゃめちゃその映画の見え方とかにこだわってるわけでもないから、うんうん、何かしら理由があって声をかけてきてるっていう風にまず頭が切り替わるわけですよね、うん、で事前に見てるじゃないですか絶対に、うんうん、でこの席で空いてないんだでもそこを取ったってことは何か言ったらもしかしたら変えてもらうかもしれないっていう憶測で行くんですよね、うん、で入ってた時にその席を見た時に、ああいつだったら言っても変わってくれるかもっていう想像をしてきて、うんうん、まあ言ってくるわけじゃないですか、うんまあ、そこはもしかしたらちょっとイラッとするところあるかもしれないですけど、もうすいませんっていう態度だったら全然いいですよ、お二人で見られるんだったら変わりますよっていう、僕そのこの角度とこの角度僕は変わんないから俺の場合は一席連れてそんな変わるんですか、いや映画館変わらないから、変わりますよ、僕の場合変わらないから私はもう見え方とかはもうどうでもいいですね、あ見え方とかメンタルですね、メンタル、メンタルね、その NG だっていうことを分かりながら来て、そのダメ元で来てるところうん、が気に入らないってことです、そう、ね、だってめっちゃ自己中じゃないですか普通、うん、そうそう想像力足りない、だってこれって、うん、その話しかけられた側の、うん、ハッピーになれる条件って、それは確かにね、あのそのお二人のようなメンタルの持ち主だった場合のみなんですよ、うんうん、じゃなければ、うん、いやいや譲るか、うん、いやそれはその通りだ、でも嫌ですって言ったらそのなんとなく嫌な雰囲気のまま、うん、お金出して好きな映画を見なきゃいけないんじゃないですか、うんうん、だから、うん、言うのは想像力足りないなと思います、そうですね、はい、あのだから多分角度の問題というよりは、うん、メンタルの問題でやっぱりその譲った後楽しめないんだとしたら、やっぱり譲るのはおかしいって、ね、逆に言っちゃう、そのなんかちょっと ぬるくなってるけどいいですかとかって言っちゃうもんね、確かに、うん、いいことしたってね、先に座っちゃっててなんかもうぬるいですけど、はい、さあではこの方はどう考えてるかということで、はい、大変遅くなりましたけれどもゲストをご紹介させていただきます、優しくて利用されてしまう人と成功する人の違いというテーマでも YouTube で配信されています精神科医の増田祐介さんです。増田さんどうぞよろしくお願いします、はい、どうもだからまあずうずうしいよねか声かけてくる人がね、ずうずうしいやだけど僕はあの大人は譲るよね、うん、普通は大人は譲ると僕は思ってて、まあ、譲らないっていうのはやっぱりその、まあ、子供というか、うんうん、大人は譲るのよね。僕は逆だと大人は子供じゃないと思う。僕はそっちの方が子供だと思うんですよ。だってやっぱ規約もあるしリスクがあって。
だってさ、その人譲ってないよ。いや譲った人が、譲ってないでしょ。譲った人がガチで盗聴とかしてて、後で映画館の人が、あ、この席に座ってるのはこの人だとかってなると、まあ最終的に説明したらそれは分かるけど、ただそれだけで一回こうリスク被るわけですから、うん、確かにね、はい、やっぱ譲る必要なんだ。なるほど。あのズーズーしいっていうのはどっちの意味で言ってるんですか。その譲ってっていう方なのか、譲らないって言ってる人の話なのかって。いや譲らない人もズーズーしいよね。あ、両方ズーズーしい。何をですか。普通に正規の手順を踏んで、うん、確かにね、あの、うん、何も悪いことはしてないですね、うん、ルール守ってんだ、ルール守ってますから。でもズーズーしいと思いますよ、譲らない人。ここまでこだわって角度で、だからこういうのをズーズーしいって言うんだよね。そもそもどういうことですか。ズーズーしいの定義って何なんですか。そうそうそう。いやだからあの自分の利益をまあ優先させすぎちゃってるんだよね。人がズーズーしいってことですよね。そうそうそう。だからカップルで、さっきのやつとかはカップルが2つで、で真ん中に3人いるわけじゃない、うん、でこれ1個ずれたらいいだけでしょ、はい、だから全体としての幸せはこの5人の幸せってことを考えたら、あの変わった方が全体の幸せが上がるのよ。まあだから私とか敦さんは譲るんですよ、うん、ね、そうそう、今の場面はね、はい、別に大して変わらないから。でも変わりたくない側は変わったことによって幸せになってないですよね。いやだって最初変わんないでしょ、そんなの。いやそんな感じが違うと私俺いやだからそこが大して変わらないでしょって思えないのがやっぱり。俺逆の立場なんだけど、逆にその変わらない人がズーズーしい理論全く理解できない。変わらないっていうか変わらない変わりはすると思うんですよ、その場では、うん、でも不快だなっていうことを言ってる、ね、不快な形で譲りたくはないねっていうね、はい、それはあるとは思います。いやでも変わったら結構幸せな気持ちになれるよ。いや気持ちよく変わりたいってことでしょ。そうそうそう、ならない。自分発信で変わるのはいいんですけど、言われたら、はい、言われ方によっては気持ちよくないよねってことを言ってるってことね、うん、はい、自分から譲りますからね、別に自分から譲れる関係だったら譲れる時は譲ると、うん、そうそう、自由席とかね、はい、そうそう、でもなんかカップルがさ行ってさ、男の人か女の人か分かんないけどさ、声かけてきたらさ、まあ譲るよね。うん、まあそこは譲りますけど、だって気持ちが嫌だっていう話。でも萌さん譲らないです。私譲らないと。だってもし並びで見たいんだったら、もうそれはもう見え方とか気にせず、こう、あ、後ろのなんか端の方でもどこでもいいんで、2人で並んでる席、まあそんな全部埋まることっていうのはそこまでないと思うんで、そういうね、取ればいいんじゃないっていう気がするので、そのなんか離れたのが嫌だからここの人に代わってもらおうなんて、そんなずうずうしいことが通るんですかって私は思っちゃいます。さすがに2つ並びが取れたら他のとこ取ってんじゃないかな、それは、うん、その場合はね、その場合はだからケースバイケースは、うん、まあまあ確かに、うん、のめちゃめちゃ、ね、めちゃめちゃ空いてんのに言われんのは、うん、いや他にもあるじゃないですかにはなるとね。譲った後さ、自分の気持ちはちょっとさハッピーになれるじゃない。いや、なんかならない、取られた、取られた。なんかあの、厚さんと私は多分ハッピーになる。いや、俺はハッピーになれるんだけど、どうぞって。でも、増田先生と会わないのは、うんうん、その、みんながみんなハッピーになる理論も俺理解できない。そうそう、それもちょっと強引、強引ではある。なんだろう、ちょっと僕も譲らない派にこうなってくる感じがあるというか、うん、いや、その、その、譲らないことが、あ、どっちが子供って言いましたっけ、譲らない人が子供って、こっちが子供って、おっしゃいましたよね、うん、いや、それは違うんじゃないかなっていうふうに思って、で、うん、でそれはだって、こだわりがあるの と、リスクヘッジと、まあ、それぞれの、あとその後気持ちよく映画を見ようとするっていう、その体験自体の価値を高めようとしてるっていう、アマチャンピオンさんの話は。だから自分よりもさ相手を優先させた方がいいわけよ、うんうん、意外と。いやでも映画って娯楽じゃないですか。でエンターテインメントって多分もちろんみんなが楽しむ必要あると思うんですけど、うん、もう最終的にはやっぱ自分がどれだけそこでこう、うん、エンターテインメントされるか、エンターテインできるかっていうところが多分基本だと思うんで。いやだって親子3人で言ってるからさ、子供が見たいやつでしょどうせ。いやそれは子供がさ喜べばいいんだよ、子供が喜べば。それはそれ内容によってはってことになっちゃうから。子供内容は関係なくですよね、今の話だとね。あれ子供、ちっちゃい子供だって。じゃあ誰カップルが見るんですか2人で。いや子供っぽいかも。いやじゃあ待って映画の作品で話すのことじゃないですよ ね、 そうね、そういう意味ではね、作品じゃないですよね、はい、今逆に俺、はい、増田先生のアクセルの踏み方がよくわからないんですけど、どこに向かっての誰との対立の軸なのかもわからないし。まあでも、もう一回戻すと、うん、自分の利益を優先させずに、うん、まあ、相手の利益を優先させるっていうのが、まあ、大事なんですよね、うん、でそういう場面で自分の利益よりも相手の利益よりも自分の利益を優先させるっていうのが、まあ、ズーズーしかったり子供っぽかったりするわけよ、うん、でカップルって確かに自分の利益を優先させようとしてるよね、確かに、うん、そういう意味では子供っぽいんだけれども、
一方で親子3人真ん中取ってるんだったら1人ずれたらいいだけだから、うん、そう考えるとこっちをちょっと我慢したぐらいの方がカップルがちょっと幸せになる方が大きいわけよ、うん、だから功利主義的に考え方っていうんですけどそういうのも、うん、全体としての幸せがそっちの方が大きくなるんだったらいいわけだし相手は子供だからね、うん、子供を喜ばしてあげた方が大人っていうのは、うんまあ、正しい動きというか。なるほど、うん、分かりました。さっきのシチュエーションであればそういうことでいいかと。そうそう、はい、もう一つじゃあ行きましょう。自由席で行きましょう。指定席より自由席の方が分かりやすいような気がするんで、自由席で子供にまあ譲ってっていう展開になった時にどうしますかと。左側で旅行先でね、はい、これはどう思いますか。座ってるところに、子供と妊婦さんだったとした時に譲ってくださいと来たと、左のケースですね、はい、うん、うんうん、あるいは右側で言うとですね、2人席は空いてるんだけれども3人席が空いてなくて3人席が満席だから2人席に移動してもらえるとありがたいなっていう展開ですね、はい、これで、まあ、どこまで譲るべきっていうことなんですけど、新幹線のは両方も新幹線どっちも自由席なんですよね。妊娠されている方と右側は、お父さんお母さんと子供3人、あ、はい、左側は妊娠してる妊婦さんと子供、うん、俺でもいずれにしても譲っちゃうな、なんかあはいはいっつって僕も譲るな、どっちも譲る、これでも俺一人だから 譲ってって言う前に譲るでしょ、うん、誰そう来たらね、うん、あ3人なんですかみたいな、このシチュエーションが起こり得ないと僕は思いますけどね譲ってって声を発するのかなと、その広い何百席もある自由席も、あ自分が一人だったら、うん、どこでも結局いいから、うん、ただ、うん、端っこがいいから俺は、うんうんうん、真ん中の席に行かなきゃいけないっていう状況になる時だけ、うん、ちょっと真ん中の席が苦手なんですよ、うん、だから譲らない可能性があるけど、あとは全然譲るな。確かに大空さんおっしゃって、小沢君おっしゃってる通りで、多分ここであ譲りますよって言ってる人が絶対先にいるから、ここまで来たら相当譲ってくれそうな人を選んでる気がするんですよ、うん、その理由この人だったら譲ってくれると思って頼んでるはずだから、うん、なんかもうこれ譲るでしょ普通っていう、特に左は特に妊婦さんとお子さんに。萌えさんはどうなんですか、譲るんですかこの場合。これ景色の見え方が変わると思う、まあだから私こういう席にはそこまでこだわりないんで難しいですけど、うん、でもなんかこう譲ってって、その譲ってほしい側からこうどっちも言ってるのがなんかやっぱり納得できないというか、あのあ私席立ちますよどうですかここって言った後に、うん、ありがとうございますって言って座るっていう形なら納得できるんですけど、そのなんかこう、まあ、妊娠されてるとかちょっと別としてもその3人で、うん、妊娠してないケースでもいいということです、うん、多分それでも状況変わりますよね、子連れの親っていうだけ、うん、左側ね、左側子供に譲ってくれとかも3人で横並びに座りたいから譲ってくれってのもズーズーしいくないですか右はズーズーしいかも、あの右で言うと、うん、右で言うと映った後座れますと、左は座れないですよね。そうそうそう、後ろ2つ空いてるのかな、あれ。ただ俺は自分家族持ちなんだけど、ね、こんなケースになったとして家族が離れ離れになるとしても絶対お願いしに行かないんだけどね、でもお願いされたら譲るかな。左側で仮に2人に譲ったら、はい、自分は新幹線で立ったまま行かなきゃならないとなると、これは結構ハードル高いと思いますよ。立たなきゃいけないのはちょっと違いますね。そう、左は満席なんだって。左満席だからこれは結構あのしかも子供に甘やかすみたいなところもあって、ね、だって立ってるから、はい、抱っこしてるんだったらまた違うけど、まあ、子供の状況にもよるか、うん、子供の年齢にもよりますからね、うん、ケアをしなきゃいけない子供とか妊娠中のお子さんあったら、まあ別に自分が立って座ってもらっても別に何、ね、嫌な気持ちはこっちもしないわけだから、うんうんうん、まあただちょっと問いの立て方が雑で、あとあれじゃないですかどこまで行くかによりません、うん、私横浜で降りる人だったら譲るけど、大阪って言われたらちょっと時間が長いですかって聞きますよね。どこまでかっていうのも気になるかも。やはりこういう時はこう座りたいと思ってる人がきっちり予約とかするべきだなってやっぱり思っちゃうし、もしなんか一本見送るとか、もしくは指定席に座るとか、そうやっていかないと誰かに譲ってもらう。あのね、大事な指摘だったと思います。これって一体何だろうって私思ったんですよ、うん、確かにこのゴールデンウィークこれ系のツイートがいっぱいあった、で譲る譲らないどっちもあった、うん、譲るべきでしょうと、うん、そんな譲るわけないよと、うん、何なのか、うん、コロナが明けて4年ぶりのゴールデンウィークでむっちゃ混み合ってきたと。なるほど、うん、そしてどうも今までみたいなディスタンスで空いてるのが当たり前じゃなくなって、公共空間で個人の空間の奪い合いになってる、うん、で今すごい大事な指摘だったと思ったんだけど、要は
お一人様は自由が利くんでパチッと取れるんですよ、うん、だけどカップルとか家族になった瞬間予約できない、はまらない、3人4人の席取るっていうのがすごく難しくて、しかもすごく高くなってるんですよ。そうするとそのグループ行動とお一人様行動のせめぎ合いが起こってるんじゃないかっていう、うん、なるほどね、うん、そしてその自分のスペースをどう確保するかでみんな悩み出してるっていう、その現実が可視化されたっていう。確かに僕もちっちゃい子供がいるんで、うん、新幹線乗るときはやっぱ、まだ1歳なん、1歳半なんで、うん、2つの席で、まあ、3人で座れるんですけど、うん、そこが取れない場合はもう別の時間にそこが取れるところまでやっぱ見送りますもんね、うんうん、で2人3人って人数が増えるたびにスケジューリングが難しいの、ね、全員のスケジュール合わせてパチッと合わせなきゃいけなくて、うん、塊で席取るのも難しいし、うん、まあ、ホテルみたいなことも含めてだけど、うん、それがものすごくコロナが明けてドカンとこのゴールデンウィークに来たっていうことなのかなってこう見てて思って、で久々のやつなんですね。 そう、そしてその お一人様とグループのちょっとせめぎ合いが起こってるんじゃないかっていう、うん、いやあるでしょうね。最後に、最後なんです、ちょっと精神科医目線からちょっと言わせていただきますと、あの子供って結構いろんな障害を持ってる子たちがいるんですよ、うん、で親もそのうまく言えないことってあるんで、まあ、あの多めに見てあげて欲しいなと思うんですよね。だから目に見える障害だけじゃないんだよね、うん、やっぱ心の障害とかそういう何かあった時ってなかなかその分かんなかったりもするし、親側もうまくこうすぐパッと言えなかったりするんで、まあ、あの温かい気持ちで席を代わってもらえたら、あいや その時にじゃあこういう逆に言うと、私は先に取ってたじゃないですかと、うん、いうことに対して反論されないためにはどうするかというと、もはや一席一席値段を変えて私はこの値段で取ってます、うん、というふうにせざるを得ないんだけど、そうするとまたグループ行動の方が家族連れがこう取りづらく、まあ、高くもなるし、それもあると思うんですけど、はい、プラス今先生がおっしゃったことっていうのは、うん、あの座らなければいけない人たちだと思うんですね。で座る必要のない人たちも僕はいると思うんですね。例えば僕は別に座る必要はないわけですよね、うん、はっきり言って、だって別に立ってても平気ですから、うん、1、2時間ぐらいは座る必要がある人たちがそもそも座れるようにするっていう仕組みを民間の事業者含めてやるっていうこともやっていいんじゃないのかなと。例えば、うん、飛行機だって優先搭乗あるわけじゃないですか、うん、やっぱりこう時間がかかる方っていうのは一番先に入ってもらうわけですよね。でこれは民間企業の努力ですよ、うん、新幹線の場合はみんな一斉に席開放してみんな一斉に出すわけですよ。政治家とかはなんか特殊な席あるらしいですけどね、予約が開放されない席あるらしいですけど、結局それは政治家みたいな特権階級の人たちだけじゃなくて、やっぱりケアを必要な人は事前に申請とかをすればその席はもうちゃんと確保されると、うん、なるほど、こういうことがそもそもやる必要がないように、うん、確実に座れるっていう方を仕組みとして目指してもいいんじゃないのかなっていう気がするんですよ、ね、うん、できそうですよね。だって国会議員がなんか別にあんな手帳、紙のペラペラのコピーできる手帳見せるだけで乗れるわけだから、はい、もっとそういうことをやるべきだと思いますよ。リモートワークする人たちの車両が今新幹線できてますから、うん、これしたい人はこの飛行車だけで取ればいいし、ね、うん、みたいな、多分難しくない話だなって。でもそもそも指定席予約しない人がそういう手順踏んでちゃんとやるのかな、申請とか。だってそもそも指定席を取れば済む話じゃない、ね、うん、まあほらやっぱあとお金の問題もやっぱりあるから、やっぱり自由席の方がすごい安いわけですよね、うん、だから経済的な問題で自由席の方が助かる、特に子連れとかいっぱい人がいる場合は助かるっていう人たちもまあいるのは事実だと思うから、まずそこ取りやすいように環境というか仕組みでやっていくっていう努力はせめてやってほしい気がしますけどね、新幹線とかね。はい、萌さんどうですか。でもそう、うん、そうですね、そう、私はしっかり計画立ててやっちゃうタイプなんで、そのなんかやっぱり計画をあんまりしてない人たちにこうなんか、うん、なんだろう、自分の得たものをこう譲らなきゃいけないっていうのがやっぱりなんか、しかもね、楽しい旅の途中でね、そうだから、それこそお子さんとかいるならそれもまあいろいろね、スケジューリング人が多ければ多いほど難しいですけど、うん、事前になんかこう先読み先読みでやっていくのが一番いいんじゃないかなって私は、うん、いや本当にただの態度ですからね、それやってる人たち、まあいろんな人がいるからね、旅の仕方はね人それぞれだけど、俺はなんか想像もしてないことが旅で起きた方がこうわーって湧き立つタイプで、あなんか飛行機動かないとかの方がわーってなるし、え俺席座らなくなっちゃったよみたいな。でも計画した通りに行きたいんだよね。行きたいですね、もうスケジュール、あとしたもほら、あの座席で一斉に飛行機で立って荷物取ろうとするからもう渋滞が起きちゃって、あれ嫌いです、整然とできるはずだっていうね、はい、あの要するに通路側の人から順番に取って出ていけば、そうです、前の方通路側から荷物取った方がスムーズに降りれるのに、はい、
あれをなんでやらないんだって言ったことあります、うん、そうですよね多分その飛行機もそうだし映画館もまあ新幹線もそうですけど、うん、一種そのオーバーツーリズム的になりつつあるから人がすっごい一気に動き出してて、うん、多分こういうのいっぱい起こると思うんですよ今後今後ね、うん、せめぎ合いですっごい早く予約しなきゃいけないし、うん、みたいなことでそういう思いをね多分みんなするんだろうなって私はなんか、うん、こう また起きるかまた起きると思うだから早く夏休みにねそうで早く取ったとしても横も埋まるんですよ、うん、満席になるんですよだからギチギチした中でこうカップルが横に来てこう譲ってほしいとかいう場面が、うんうん、自分が取るときは一番で取ってて空いてても、うん、みたいなことが今後いっぱい起こるんだろうなっていう空いてるからいけると思いきや全然満席になるよっていうあと俺喋りながら気になってたのは俺なんか、うん自由席に乗ってる風に喋ってたけど俺グリーンしか乗ったことないなってそこがなんか言われたら嫌だなってお前グリーンで移動してんじゃないのかって言われそうだなと思ってまあだから一つはちゃんとお金を払うっていうことはちゃんと対価ちゃんとお金を払って席を確保してるんで、ね、はい、はいいうことでね増田さんにお話を伺ってまいりました、はい、どうもありがとうございましたありがとうございましたアベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。